ということで、皆さんこんにちは、ナイトです。今日はですね、アップルについにアップルウォッチシリーズ5を受け取りに行ってきます。ただし残念なことが言ってあります。今回手にするのはチタニウムではございません。ステンレスモデルです。あのですね、チタニウムがですね、もう店頭に全然入ってきてないと。俺も何回も朝に行って、その店頭在庫あるかどうか確認してるんですけど、ないらしいんですよね。配送だと1ヶ月先、11月ぐらいになっちゃうんで、まあ、背に腹は変えられないと。チタニウムが別だったけど、その1個下のモデル、ステンレスモデルを今回購入しようと思います。まあ、とりあえず受け取りに行ってきます。俺のベーカリーカフェ、こだわり抜いた最高の食パン、1斤1000円。どんだけうまいんだろう。あら、カフェもある。ここでね、一斤は買えないけど味わうことはできるのか、ちょっと行ってみます。2階のカフェなので、ちょっとお茶していきましょう。ということで、早速開封していきたいと思います。私が今回買ったのはこちら、じゃじゃん、アップルウォッチステンレスのブラック 44mm になります。こちら開封していきたいと思います。で、僕なんで今回シリーズ5を買いたかったかっていうと、シリーズ4でも全然ね、満足だったんですよ。ていうか機能そんなに変わってないです。そんなに別に大差ないです。常時点灯とコンパスがついたぐらいで、だからシリーズ4でも十分満足なんですけど、僕が今回買ったのはGPS セルラーモデルにしたかったんですね。セルラーモデルっていうのは、このアップルウォッチ単体でも通信ができるモデルですね。だから iPhone を持ち歩かなくても、これだけでことが済んじゃうっていう。で、こっちが GPS モデルだけだったんですよ。セルラーモデルじゃなかったんですね。なので、こっちだけだと単体で通信ができなかったんで、まあ、買い替えるんだったら5で、そしてセルラーモデルを買おうっていうことで今回買いました。さあ、それでは開けたいと思います。僕は今までアルミニウムも傷がつきにくくて、しかも頑丈で、で、僕的にはね、すごい満足でした。ただ高級感っていう点ではやっぱりステンレスチタニウムにはね、かなわないと思うので、今回はね、ちょっと高級路線で攻めたいなと思いまして、こっちのワンランク上を購入しました。ふぅ、アップルウォッチミラネーゼループ言いにくいね。だから普通のスポーツバンドよりもちょっとお高めのやつですね。これです。これオープノスケ、そして大きさが 44mm でね、大きくなってます。そら豆むきゅってれれれってれー、いかがでしょうか。ほら、ここの光沢が違いますよね。比べるとやっぱりほら、ここの横のサイドの輝きがやっぱ違いますよね。で、セルラーモデルはね、このダイヤルのところがね、丸く一周赤くなってるんですよ。それが特徴です。はい。さあ、そして充電器がついて、で、こっちのね、バンドも開けてみましょう。はい、オープン。これですね、純正なんでね、これ Amazon とかで純正じゃないやつはね、安く買えるんですけどね、純正これ1万円ぐらいすると思います。やっぱり 44mm でかいっすね。あー、やべ、ミスった。このベルトをね、つける瞬間っていうのが俺結構好きなんですよ。カチッカチッ、おー、いいですね。ダーン、いかがでしょうか。やっぱりね、ずっしり感がありますね。重いです、アルミに比べると。ただ腕時計って感じがしてね、ちょっと気持ちが引き締まる感じがあります。で、光沢感がやっぱりね、美しいですね。比べるとよくわかると思います。ちょっとこっちも試しに両手につけてみる。これで比べるとね、分かりやすいかもしれない。光沢の違いとか、あと大きさとか、やっぱ 44mm 一回りでかいですね。文字が見やすいと思う。きた、さあ着きました。あー、でもね、ステンレスでも全然いいかもしれない。かっこいいです。結構重さがね、ネックっていう人がいるんだけど、でもね、逆になんかアップルウォッチしっかりつけてる感があって、僕は好きかもしれないです。まあ、運動する人は絶対ね、アルミの方が軽いから、ランニングの時とか邪魔にならなくていいと思うんですけど、僕これつけてね、あんまり運動しないんで。あ、それじゃあペアリングしたいと思います。 iPhone をアップルウォッチに近づけてください。はい、そしたらね、この画面が出てくるんですよ。で、そしたらね、これ読み取り式になるんですよね。で、このアップルウォッチの画面をここに映すと、すごい簡単なんですよ。はい、これだけでアップルウォッチのペアリングが完了しました。すごい簡単でしょ。よし、カードも追加して、で、続いてモバイル通信を設定します。僕はこのためにドコモに変えたんですよ。3大キャリアじゃないと、このね、アップルウォッチ単独通信は契約ができないんですよ。なので僕はそのために格安 SIM からわざわざドコモに入れ替えた。でも今回はこれが肝なんですね。
ワンナンバーサービス。ただドコモはね、550円でちょっと高いです。多分ソフトバンクとか A とかは300いくらだったんだけど、ちょっとだけね、ドコモの方が割高だったような気がします。この店頭にわざわざ持っていかないでも、ドコモショップとかに持っていかないでも、これだけで通信が始められて、で、解除もこれだけでできる。っていうのがね、便利ですね。そう、解約するときとかも、もうこれでやっぱり通信やめたって言って、これで解除して、で、そのままね、Apple Watch はそのまま使えるんですよ。セルラーモデルじゃなくて GPS モデルとして。そこの切り替えもね、楽なんで、いいですよね。気に入らなかったら解除すればいいっていう。いや、俺書類書けないのよ。書類書けない、もう本当に。書類出すのに3日間ぐらいかかる。いや、わかりますけど。もうそうなっちゃった。ということで、久々の令和荘に、今日はゲストの鎌田くんが遊びに来てまーす。はじめまして、鎌田くと申します。鎌田く TV レディオでございますよ。いや、違います。鎌田くっていう名前で YouTube。それ僕の方でもさっきやりましたけど、違いますよっていうのは訂正してあるんですけど。はい。何回もやってますけど。はい、はい。今、鎌田くはホームレス生活中。はい、そうなんですよ。で、YouTuber の家を渡り歩いてるの。渡り歩かせていただいてます。そう。で、今回令和荘に、ちょっと止めてくださいってことなんで、はい、もうどうぞどうぞウェルカムってことで、来てもらいました。ありがとうございます。もう本当ご連絡した時に、うん、オッケーと言って、うん、じゃあ、いや、よりだなで、1万5000人超えるまで家に帰れないんだよね。そうなんですよ。いや、これは俺、ホームレス生活1年間したから分かるんだけど、マジできついの。まだ登録してない方は、ぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。頑張っておりますので。ということで、Apple Watch シリーズ5のステンレス。こちらをね、使ってから約1週間ほどかな、経ちました。で、結論から言うと、ステンレスでも大満足です。まあ、ちょっと強がりも入ってるかもしれないんだけど、このね、ステンレスのブラック、これやっぱり光沢感があってね、かっこいいんですよね。で、僕、Apple の店舗で実際ね、チタニウムの、ブラックを見たんですけど、ブラックチタニウムはどっちかっていうと、ツヤ消しって感じなんですよ。こういう光沢感がなくて、ツヤがない感じなんですよね。で、そっちもそっちでかっこいいんだけど、俺的にはね、この光沢感がすごくね、つけててもかっこいいなと思ったんですよね。どうでしょうか？なんか高級感ありませんか？これがね、なんか自分で眺めても美しいなと思って。で、こういうね、ベルトとも合いやすいんですよね。だから僕はチタニウムがもし入ったら2週間、無料で交換できるって言われたんですよ、店員さんに。もしどうしてもチタニウムが良かったら、交換しに来てくださいって。だけど、俺的にはもう1週間つけて、ステンレスでもいいなと思って、もうこっちで行くことに決めました。ごめんなさい。チタニウムのレビューをね、楽しみにしてくれてた方もたくさんいると思うんですけど、ごめんなさい。それはできなそうです。かっこよくないですか？だから、シリーズ6は多分もうチタニウムを狙うと思うんですけど、今回のシリーズ5はこのステンレスでいきたいなと思います。で、シルバーの方、ステンレスのシルバーの方は結構傷がつきやすいって、レビューも見たんですけど、ブラックの方は傷がね、全然目立たない感じですね。一つなんて言えば、指紋が目立ちますね。指紋は目立つんですけど、拭き取ればすぐ綺麗になります。で、アップルウォッチについて語りたいことめちゃめちゃあるんで、これまた別の動画で1本にします。多分語るとね、30分くらいになっちゃうんですよ。なので今回は、購入開封、そして、シリーズ5使った感想ということでまとめたいと思います。で、僕的にはまず1点目として、ブラックのステンレスで満足いってます。アルミは軽くてよかったんですけど、やっぱりこの高級感っていうのはステンレスならではだなと思いまして。これシリーズ5で良かったところっていうか、僕が買い替えて良かったところなんですけど、40ミリから44ミリにしたんですよ。この画面が大きいサイズに。これがめちゃめちゃいい。やっぱ女性は小さい方が、つけやすいってあると思うんですけど、男性だったらやっぱ大きい44ミリの方が、パッと目に入ってくる情報も多いし、この数字とかも押しやすいし、僕的にはやっぱ44ミリの方が良かったなと思いました。だからシリーズ5は関係ないんですけど、買い替えて一番良かったところはそこかもしれないですね。ステンレスのボディと、あと44ミリで大きさが増したっていうところ。で、ぶっちゃけシリーズ5になって変わったところってほぼないです。ほぼないです。なのでシリーズ4でも、満足いってる人はそれでいいと思います。買い替える必要ないです、マジで。じゃああなたもシリーズ4使ってたんだから買い替えなくていいじゃんっていう話なんだけど、俺はシリーズ4から5へってわけじゃなくて、これ単体で通信ができるセルラーモデルが欲しかったんですね。セルラーモデルってのは、これ自体を携帯キャリアと契約して、これ自体で単体通信ができるっていう。今までの前のモデルは、俺が持ってるやつはできなかったんですよ。で、それがやりたかったために、わざわざシリーズ5に変えたんですね。アプローチって基本的にクソなんですよ。はっきり言っちゃうと。何にもできないんですよ、ほぼ。そう思った方がいいんですよ。みんな期待値が高いんですね。アプローチを手に入れたら何ができるようになるんだろう。新しい自分が見つかるのかもしれないみたいな。
そういう期待を抱くかと思うんですけど、基本的に何にもできないと思った方がいいです。本当にね、できないんだけど、そのできないことがいいんですよ、逆に。だからスマホ持ってると、できることがありすぎて、無限に時間使っちゃうじゃないですか。だから僕的には、この iPhone を使う時間を減らして、こっちで必要最低限の機能を賄うっていう意味で、セルラーモデルを契約したんです。もう iPhone 持っていかなくても、外に持ち出した時に、これ単体で使えるようになったんですね。で、僕的にはこれが超重要なんですよ。じゃあ具体的にね、こいつだけで単体で何ができるのかっていうのをご説明します。基本的に通信状況にないと何もできません、こいつ。例えば、音声入力とかあるじゃん。ああ、ちょっと音声でメモしたいな、みたいな。これ、トゥードゥリストなんだけど、トゥードゥリストやろう、みたいな。ブログの編集をする。これ、トゥードゥリストの入力とかあるじゃん。これも、電波通信状況下にないとできないんですよ。たった音声を入力してメモすることさえも電波の下にいないとできないんですよ。なので僕は外に行った時にこれだけを持ち出して、あ、今日やることメモっとこうとか言って、お買い物に行く、あ、メモしたメモした、で今日やることをね、ここのトゥードゥリストにいつも表示させておくんですよ。これで忘れないと。で、他にもこれ音声入力で僕ブログ書いたりするんですよね。ただいまブログの撮影をしております、丸、開業開業、今日はいい天気でしたね、丸、開業開業、みたいな、こういう風にね、ちょっとブログを書いたりとか、こういうのもセルラーモデルだったらこれ単体でできるようになるという。なので僕が今回セルラーモデルにした理由っていうのは、 iPhone なし生活を実現するため、そして最低限度のこういうね、文字入力とか、あとはその LINE の返信とか通知とか、それをこれ単体でも受けるためにセルラーモデルを契約しました。でもその必要最低限さがいいんですよ。もうやれることこれしかないから、これで時間使わないんですよ。だから空いてる時間で、あ、編集しようとか、あ、本読もうとか、あ、なんか映画見に行こうとか、こういうスマホ上で使ってた時間を別のことにちゃんと使えるっていう、まあここについてはもう詳しくまたやります、別の動画で。とにかく僕が買ってよかったところは、ステンレスモデルで高級感が増した。そして2つ目は 44mm で画面が大きくなった。そして3つ目はセルラーモデルにして、単体通信ができるようになって、iPhone を使う時間を減らすことに成功した。この3点から僕はね、買い替えてよかったなっていう結論になりました。で、これは共通しているのは、シリーズ5じゃなくても大丈夫です。全部他のシリーズでも実現できることです。ちょっと話が複雑になっちゃったんですけど、いろいろ入り組んでるんですけど、伝わったでしょうか。そして、またね、別の動画で詳しく Apple Watch については語りたいと思います。ぜひ期待してくれる方はグッドボタン、そしてチャンネル登録してお待ちください。よし、コメントも、前回の動画、内藤が9月に買ってよかったものランキング、樋口さんかな、 Apple Watch のステンレス買った後にやっぱりチタニウムが良かったなって買い直してる未来が見える。鋭い、内藤のことよく分かってますね。でも今のところは、ステンレスで結構満足してます。まあ次の、Apple Watch シリーズ6はチタニウム狙いたいと思います。ということで、ぜひ楽しんでくれたらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。それじゃあまたね。